やったことある人いる？わんこそば。じゃあありがとうね。お店でできるんだ。お店でしかやらんのんじゃないん、分からんけど、なんかそんなイメージ。わんこそばってゆっくり食べるのはダメなんですかね、うん、どうなんだろう。なんか、はい、うん、はい、はい、みたいな、餅つきぐらいのスペース。確かに、そんなイメージ。でも、ゆっくりギブってなるまではいいんじゃない、うん、ダメかな、うん、食べたらすぐ入れられそう。なんか怒りそう、私すぐ入れられそう。そういうもんなのにやめてよ、うん、わあ、何がすごい、なんかかぼちゃかぼちゃ。そばよりうどんでしたい。でもなんかうどんの方が太いから、うん、確かに細うどん、細うどん、細うどんいい。うどんの方が好き。ラーメンがいいじゃん。ラーメン、味変したい。味噌とか味噌、味噌、塩、醤油。ラーメンだったらマジでめっちゃ食べれそうじゃない？確かに。でもそばのさっぱりが一番いいんかな。やりたい、やりたい、マジでやりたい。50ぐらい食べれますかね。絶対食べれるよ。わかんないけどさ、80ぐらい食べるんじゃないん、女性。そんなに食べるの？勝手に、てかなんかそんぐらいのイメージ。男性とかは100とかじゃない？わかんないけど。少ないから食べれる。3本ぐらいしか目に入ってないの。でもなんかちっちゃい一口サイズぐらいじゃない？そうなんだ。多分ね、これ妹子でやりたい。すごい、183杯食べた人がいる。すごい、うん、これ全国的にさ量が決まっとんかな。そうじゃないですか。だよね、じゃないと不公平だもんね。216杯、すごい。記録してやった人がいるんですか？うん、大学生の時だって。その配信の人で？疑った目してるよ。すごいです。お好み焼き何枚食べれる？余裕で1枚さすがに1枚半も無理かも。お好み焼き大きいよね。うん、うん、モンパンになる1個で。お店によるけど。今日もかわいい。うれっぴ。今日お話し会 in 幕張、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。積もったよね、さすがに。久しぶりすぎて積もる話が大量にありました。楽しかった。ちゃんこ楽しかったです。めっちゃギフトめっちゃ綺麗。ね。今日のシートめっちゃクリアで、ラップみたいだった。触ったら、これタワーですか？
嬉しかった、距離が縮まって、雲だ、雲だ、謎めいてる。なんならツーショットとか前より近かった。え、確かに言われてみれば、なんか今回からねベンチに座ってやったんだけど、確かに前は机挟んだったけど、え、今回はね、ちょっと心配じゃない、うん、アルフォートさんかな、眠たそう、なんかね、眠たさは今はそんななんだけど、かあのコンタクトのおもちゃ、あのなんだっけこれ、なんて言うんだっけ、ありがとう、そうコンタクトのしばしばが、こんなことが学んできた感じです。ありがとう、ありがとうございます。ちょうちゃんが可愛かったらまた会いたく行きたくなりました、待ってるよん、しょうがやば、待ってるよん、寝落ちまで近そう、うえー、してありがとう、おきちゃん眠くなって10分配信して終わって、やっぱり調子かかったんかもしれん、違う、おきちゃんさん寝てなさそう、硬いよ、なんとなく昨日とか寝てなさそう、一緒に起きてたの、うん、うん、ちょうちゃんとめっちゃ昨日の夜ずっとね、多分私3時ぐらいに寝た、3時ぐらいまでその喋って喋ってたよね、で、うん、寝ました。なんで、何をあんなに話しちゃったんだろうね、覚えてないんだけど、何を話したか私も覚えてない、ね、でも何話してたっけ、3時ぐらいまで話してたよね、うん、結構途切れなく喋ってたよね、3時間ぐらい、うん、配信終わってからか、配信終わってから、うん、あ、コンビニ行ったか、コンビニ行って、あ、そうじゃ、アイス食べた、食べながら話して、そうじゃ、そうじゃ、何話したか覚えてないけど、何話したっけ、本当に覚えてない、一つも思い出せない、こんなことってある。でもまあ、でも多分秒で寝た気がする、私寝るってなって、秒で寝た、ね、寝る体勢入って、なんか、うん、口の横が裂けて、うん、ここが裂けて、あ、うん、え、それさ現実？なんかそういう話してるね多分。そう、ちょっと聞いて言いたい。口の横がなんか裂けてきたんですよ。うん、そしたら、うん、そう裂けて痛いんですよねってちゅうちゃんに昨日言ったら、うん、夜。うん、え、口裂け女、うん、いいじゃん、ハロウィンでちょうどいいね、口裂け女になれるよって言われたのは覚えてる。そう、そんな話したわ、そういえば、それちょっと夢か現実か今あんまり覚えてなかった。ハロウィンだから、うん、ちょうどよく、それ仮装しなくても口裂け女になる。、うん、まだ、まあ、口裂けてる、裂けてる、マジ痛いね、そう痛い、話してる時痛そう、いろいろ動かしたら痛い、そうだよね、なんで口が裂けるの、え、なんで裂けたんだろう、乾燥かな、なんか、うん、痛いね、辛いね、え、でも裂けることないですよね。
ないね。ガチでないね。下げたことないもん。そうさ、ここにさ、できるやつあるよね、出来物みたいな。え、ないっけ。切れたんですよ。なんか笑いすぎたのかな。ああ、あ、くしゃみです。止まった。すぐ止まった。耳はたまに裂ける。いや、私も裂けてたよ最近。なんかあのゴムを耳にくっつけたらむくみが取れるみたいなのがあって、裂けてました最近まで。ゴムつけてたら痛いなと思ったら裂けてた。痛そうだった。ね、痛そうだったよね、うん、人間脆いからね。なんか忘れたけど、昨日というか今日の朝、なんか夢か現実か分かんないけど、なんか舞ちゃんに言いたいことがあったんだよね。なんだったっけ。夢か現実か。え、舞ちゃんさ、何よ怖い。え、舞ちゃんさ、意味分かんない時間にさアラームかけてる。かけてない。え、なんか 2,3 回意味わかんない時間に、意味わかんないというか、7時とか ?7 時。かけてた？パンとかにかけてた。え、でも、え、何回もかけてた？ちょっと多分スムーズになってた。うん。え、もう、次なったら、舞ちゃんの携帯の電源を切ろうと思って。でも、そしたら、そっからなんなくなって、でもそれが1回しか鳴ってないかもしれないし、うん、2,3 回鳴ったかもしれないし、2,3 回ぐらい鳴った。じゃあ怒ってました今日。えぇ、ー、全然全然全く。私その後千穂ちゃんのアラームで目が覚めた、うん、え、そう、私もえまた鳴ったと思ったら自分ので、うん、でも起きなきゃいけない時間のやつで鳴ったと思って、なんか今日一瞬だった、寝て起きるまでが。マジで時間が、え、本当に一瞬だった。ね、お互い様でした。うん、舞ちゃんのさアラームの音さ、眠りにつけるような音だった。え、どんな音ですか。なんか、なんだったっけ、なんかベルの、でもベルだけど柔らかいベルみたいな、なんかダダダダみたいなんじゃなくって、もうピピピピピみたいなんじゃなくって、トゥルルンみたいな、え、そんなんじゃなかった？あ、え、あ、いや、わかんないけど、うん、うん、そうかも。そう、へえ、ルルになってます。夜ご飯食べたよ。めっちゃ、かぼちゃ。めっちゃターン。めっちゃシワシワする目が。顔をつつタワーをもらって、なんでちょっと今日は同じ方こうやってなるように切ったのをずっと生かしてなかったんだけど、やっと生かした。え、ね、今日ん、ちおちゃん足長すぎて割れた。え、マジで、あの、嘘かと思うぐらい今日のツーショットの
私の足が長すぎてもうめっちゃみんなが載せてる写真保存したもん。でストーリーのしたもん。ありがとうございます。ね、あれマジでもう過去めっちゃね、みんながクイズを投げてくれてる。過去一、そうね、嬉しかった。実際長いよね。でもそう、実際長いんですけどいや長くないんですけど、本当にでも、もうえ、わかる。私のレーンのスタッフさんの撮り方も多分他のメンバーよりちょっと、他のメンバーがちょっと上目からだったとしたら、私若干ローアングルで撮ってくださってたのか、マジで。そう、今日はねグッドでした。うん、にしてください。いや、なんか、うん、ありがとう。30日に MV がもう心配になっちゃう。そんな気になる気になる。そっち画面見たい。そう、 MV が公開されます。ありがとうね。そうだね、今日めっちゃいろんな曲流れてた。まだね、表題しか出てないから。新鮮だった。ありがとうございます。不演技賞起きた。寝る、もう寝る寝る寝る。ありがとう、うん、今一番食べたいものは何？今日はお昼じゃないや、夜さっきね、今半のお弁当を食べて、もう一回食べたい気分ですめっちゃ美味しかった、嬉しかった。なんかさ、お話し会で今半のお弁当来ることってないから、初めて。多分今までなんか取材の日とか、うん、あとは、うん、ツアーの初日、うん、とか、なんかそういう時が多くて、うん、こんなさりげないお話し会の時に、うん、そう、びっくりした。入りのありがとう。団長も呼ぶ。
クタロさん、ボンちゃんさん、うまーまでした。クマネパパさん、ピロミンさん、ケンジさん、アルフォートさん、呼び出します。マカロンさん、呼び出します。シーサーさん、ゆうきさん、あさかさん、ミキーさん、太郎くんさん、ありがとうございます。あ、すいません、配信を見てくださってありがとうございました。チュルチュル。また明日やるね。ありがとうね。今日は本当にありがとう。楽しかったよ。チュルチュル。ありがとう、キュート。ネイル行ったことないよ。だからやってみたいです、マジで。これは家で適当に塗ったやつ。うん、西尾さん、クマ、おばクマ、バックマタワー、ありがとうございます。西尾さん、ヒュードロドロ、ありがとう、ありがとうねん。こんばんは、ありがとうです。新しいのが後で投げてみました。軽い。ありがとう、今日もありがとうございました。今日はほんまに久々のお話し会で、アイドルズとか夏のフェスとかの感想を満を持して聞けて嬉しかったです。そう、あとメールでも書いたんですけど、マジでなんか今日ね、すごいソロ公演やってほしいって言ってくれる人がめっちゃ多かった。とソロコン、あとメール、ご飯ばっかりだねっていう言葉もめっちゃ言われた。そう、あと髪伸びたね。でも確かに思えば、考えてみれば、私マジでご飯のメールばっかりだなと思って、今日は4通送ったんですけど、そのうち3通がご飯だった。共有したくなる、美味しいものは。え、あのドーナツね、私が送ったあのかぼちゃみたいなやつ、あれドーナツなんですけど、あれね、もう信じられんぐらいね、美味しかった。あれマジでみんなに食べてほしい。そう、なんか差し入れでいただいて、あれ2種類あったんですよ。あの私が写真のしてるやつと、あとはチョコの、チョコとスイートポテトみたいなやつの猫のドーナツもあって、でびっくりするぐらい猫の方が人気で、かぼちゃ私が食べた方が全然
あの何同じ量ぐらい最初置いてくださってたけど、もう猫ばっかりね亡くなっていってたんですよ。で私はめっちゃ悩んでて、正直かぼちゃの方が気分だけど、こんなにも猫が大人気だからなんか猫も食べたいと思って、もうかぼちゃ選んだんですけど、かぼちゃ選んでよかった、めっちゃ美味しかった。そうめっちゃ悩みました。悩んで一回悩みすぎてどっちも取らずに自分の席に戻って、そうそうクリスピーなんちゃのやつ幸せでした。なんかほんまにさ、眠気ってよりもあのしばしばコンタクト取ろっかな、コンタクト取ろ、いやちょっとめんどくさいせっかく一瞬動こうとしたのに。まだ新幹線で帰宅中。うん、ありがとうございます。本当にはるばる私たちは帰れない時間だった。いや、撮ろ、撮ります。そこで撮るここにあるコンタクトケース紹介、イエーイ。私が使っているコンタクトケースはこちら、ずっとこれ。かわいい。ベリンとヤドン。こちらはドンキで購入しました。こちら今回の遠征で使い切りたいと思ってこのまま持ってきたけど全然使い切れそうになかった。これを線まで入れます。そしたら私さ、コンタクト取るときさ白目になるんですよね。だからちょっとこっちで取れます。もう片っぽも取れます。すっきり。撮るの早い、ほんま慣れたもんですよ。そう配信とかだとあの全然見えるんだけど、外で歩くってなったら無理ですね。本当にメガネ、なんかメガネ新しく買って度数がめっちゃ上がった？下がった？土
悪くなったんですよ。じゃけんメガネかけた時に目がちっちゃく見えるようになったんですよ。これえ、わかるかな違い。配信で伝わるかな。動画さあれやけんなんかのあれで目がちっちゃく見えるよね。ちょっとやけんそうあんま変わらん。ほんま自分の感覚かも。その動画強くなりました。手持ちよりやっぱこっちが楽ですね。今日の服さ秋の装いだねっていっぱい言われた。本日はありがとうございました。終わる。でも帰りあれだった、あったかかった。半袖の人もいっぱいいた。ね。広島めっちゃ寒かった。マジ？明日はどうだろう。そろそろ形出したい。早っ早くないか。別に早くないよね。私つい最近まで形あったからさ、感覚が短くて早く感じたけど早くない。ヒートテックは考えてる。ヒートテック私もう来ましたようん、もうヒートテック3日間ぐらい来ました。そうね、こたつもう早くないか。全然適切か。ね、みんなあったかくして過ごしてね。確かにね、今着てたらもうやばいよね。冬、本場の冬。今年こそスノボ行きたいな。スノボかスキーかどっちか。毎年言ってる私これ。毎年の目標、毎年かなわない。滑れない、行ったことないんですよ。スノボもしたことないし、スキーもしたことない。ね、妹で
やりたい。目標。道具は持ってるの。え、なんか家にそれっぽいのあるけど、多分親ので、多分もう昔のだから使えるかわかんないけど、でもある。あとなんかお兄ちゃんもなんか毎年行ってた。スノボできたらめっちゃかっこよくないですか。スノボをさ、ヒューヒューヒューって私がさ、うん、やってたらめっちゃかっこよくない。うん、広島ってスキー場ある？え、多分あると思うけど、どうだろう、あると思う。そう、東広島にあ、芸北？バランス感覚あるから意外にできそう。え、確かにね、ダンス、確かにダンスやってる人できそう、意外と。やってみたいぜ。広島は暖かいイメージ。暖かいんかな、広島の冬。うわ、びっくりした。広島の冬しかあんまり体験してないから、体感、人生で。でもさ、東京と広島は結構行き来してるけど、広島の方が寒いイメージなんだけど、私的に体感。実家の方全然積もんない。本当に積もんないね。そうだね、意外と雪と今まで縁ない。ね、確かわかる。今年も雪がある地域行きたい、冬に。めっちゃ嬉しかったら、去年だっけ、一昨年、一昨年かな、秋田と北海道行ってめっちゃ嬉しかった。手持ちじゃないのめっちゃ楽じゃけどさ、この伝わる、この変な体勢なの伝わるかな。ここが低いけんさ、低いように合わせたら変な感じ。なんかいい方法ないかな。中腰感伝わる？そう。うわ、やっぱライトがあるのがいいですね。そう、これ途中、さっき途中だったけど、なんか洒落てる感じじゃない？
でもさ、こうやってセットしなかったらさ、これがある感じがさしないからさ、いいんだよね。ここうん、確かにね、姫カットみたいだね。そう、あいみょんさんとか、そう、なんかウルフっぽい感じに雰囲気したくてこの切り方したんだよね。えい、でもこの切り方したの結構前、もう3週間ぐらい前に多分この切り方したんだけど、でも私仕事の時とかさ、なんだかんだ耳かけするのが自分的にすっきりするし、しっくりくるけんやること多くって、じゃけん全然やってなかったんですよね、このここ内側に。いつもこれを外にして何もなかったことにしてたんですけど、これやったらいいですね。今の顔で写真集出してってめっちゃ言われねえ、ちょこちょこ言われるし、出したいです。出したい、海外で撮りたいです。海外に行きたいだけなんかちょっと前に仲里依紗さんの YouTube を永遠に見てて、ね、で一旦見てなかったんですけど、またここ数日見るようになって、でさ、アメリカ横断とかめっちゃ載せてるので、もう楽しそうすぎて、そう、なんか写真集出したいっていう気持ちもあるんですけど、それもさることながら海外に行きたい狙いはそっちかって感じなんですけど、本当にね、海外に行きたいですね。そう、めちゃくちゃ行きたいですね、正直。そう、あの仕事で行きたいですねあの怖いから、あの喋れないし、なんか謎だから、でも仕事だと安心して行けるし、その国の本当に映えるところとか本当にいいところに迷わず行けそうだからいいね。地方級で韓国旅行行ったら、え、行きたい、韓国行きたい、行ったことない、近いからね、気軽に行けそう。カレンダーも出してほしい。え、出したい。なんか私めっちゃ覚えてるのが、あの年始、
秋雨の時に AKB さんがカレンダーボックスみたいな、なんかそんなの売られてて買いましたね。なんかいろいろ入ってて、ファイルとかシールとかカレンダーもそうだし、そうめっちゃいい。なんか本屋さんで買えてましたね。台湾2時間で行けるの？近っ。今日さ、台湾の方一番多かった気がする。海外から来てくださった方の中でダントツ台湾の方がたくさん来てくださって嬉しかったですね。え、2時間で着くの？え？え、どっから？東京から？めっちゃ近いね。関空から3時間。本当だね。東京広島間の新幹線より早い。時差1時間。あ、でも時差1時間あるんだ。じゃあさ、本当はさ、その北海道と沖縄とかもさ、めっちゃ時差あるってこと？不思議、不思議すぎる。私あれ見たことありますよ。なんか兵庫とかのある時計みたいな、有名な時計。あ、これかも。兵庫の明石の時間に合わせてるんだっけ。多分それ。なんかコストコ行くときに見ました。標準時、あ、標準時刻、標準、そう、それ。日本標準時、不思議。そう、めっちゃ昔に行きました。まだ多分広島にコストコがない時に、兵庫に行った時にみんなで家族と親戚と。沖縄って夏9時ぐらいに日没。すごい。じゃあ8時とかは全然明るいってこと？不思議すぎる、不思議すぎる。石崎コストコ大好きよね。え、マジで大好き大好きというか、なんかもう、なんか何なんだろう、大好きとかってよりもなんか日常日常的に言ってる。私は最近めっちゃ久々に行けたんですけど、家族はマジでめっちゃ行ってる。ね、私もさ、今本当にもう
ドペーパーなんですね今。ドペーパーすぎて、でもサラビとかと話してたんですよ、あの車、広島で車乗れたらマジで一気に行動範囲広がって、その山口の方とかもドライブ行けるし、岡山の方とかも行けるし、一日休みあったら割と気軽に行けるよねって話して、ペーパー卒業したいなってねめっちゃ思ってますね今。メンバーとドライブして Vlog 撮ってほしい。え、撮りたい。全然乗ってないんですか？乗ってない。本当に乗ってないね。心の底から乗ってないね。ペーパー講師もあるけど、うん、でもなんかお父さんかお母さんかに隣乗ってもらって、で全然人が、人というか車通りもない道とかを超ゆっくりで練習していきたいな。車欲しいです。ブレーキとアクセルを間違えなければなんとかなる。え、なんか免許取って何回かは乗ったんですよ車に、運転して。でもそのたんびに、別にそんな期間空いてたわけじゃないんですよ、取ってすぐとかだったから。でもどっちがアクセルでどっちがブレーキか毎回分かんなくなる。そんな人の車乗りたくないよね。私もさ、お父さんとかがさ、どっちがブレーキだっけとか言い始めたらさ、さすがに降りるもんね。言ってないよ、言ってないけどね、お父さんは。うん、ね、こんな理由でニュースに乗りたくない。一番悲しい。右が進む、左が止まる。なるほどね。え、よくないこれ。急に戻る。どう、なんかこういう私服の時にいいかも、お話し会とか。なんか制服だとなんかちょっと違うなって感じがするし、制服の時耳かきしたくなるんですよね、邪魔だから仕事してて。でも縁とちゃう、今時な髪。え、なんか好印象、何、こう嬉しい。諦めた。あ、高評価で嬉しい。なんか今日お話し会中もなんかここまで言いたい単語が出てるのに、あとちょっとってところで思い浮かばないみたいなことがマジ3回ぐらいあって、本当に悔しかったです。あ、そう、好印象もそうなんだけど、好感触って言いたかった。そう、好感触、それがね頭から出てこなかった、ずっと。
そう。でもさ、本当にさ、あのもうちょっと本とか読んだりしてたら、なんかさ、本読むだけで絶対語彙力、あの自分の知ってる単語って増えるじゃないですか。なんか言葉をいっぱい持ってると自分のその時の感情とか気持ちを、あの自分の思ってるままに伝えれるからいいなってめっちゃ思います。ね、漫画じゃダメなのかな漫画はね、読むんですけどね。最近でもあんま漫画読んでないかも。 YouTube じゃダメなんかなそう、最近の私は中里依紗さんの YouTube と、あとペイさんの YouTube、あとヒヨゴンさんを割と見ていますね。私は多分あの企画とかもきっとすごくね、魅力いっぱいだし大切だと思うんですけど、そのご本人の話し方とかなんかそっちに惹かれるかも。そう、話す内容とかなんか、そう、面白いんだよね。面白いし深いお三方、マジ見てほしいそう、人間的な魅力がすごい。最近の自炊事情、でも最近はハンバーグ、お母さんと作ったのとコンソメスープと、あ、鍋も一緒に作った。そう、鍋マジで好き、本当に面白い。間違えた、今コメントでさ面白いってやったからさ面白いって言っちゃった。本当に美味しい。みちょ飲んでる？飲んでないことがないもう遠征の時は重たいから持ってけないから飲んでないけど、家にいると飲んでない日はないですね、本当に。みちょ、うん、アザラシスタイルに、本当にみちょ美味しい。どんな効果があるの？え？なんかきっと割と健康的、他のジュースを飲むよりかはとか、他の炭酸系を飲むよりかはそのみちょの炭酸割りを飲んだ方が多分健康でもなんかそういうのも考えてなくはないけど、ただただ味が好きで
好きな味は変わらんの。うん、でも全部好きだけど、やっぱ一番好きなのは王道にザクロ、ザクロ味が好きで、でも今石だけはパイナップルが空いてます。その前は桃でした。酸味があるもの好き。あ、好きかも。酸味があるもの好きですね。そう、何種類もある。え、この前ドンキでレモン味、確かレモン味があってびっくりしました。うん、ピンクグレープフルーツ飲んでみて。え、飲んだことあるよ。前の前の前ぐらい。え、カラマンシーも美味しいよね。私結構飲んでます、みちょ。あと、いちごとか、マスカット。あと、なんじゃろ。え、レモン美味しいんや。レモンね、飲んだことない。びっくりした。この前、見つけて。あ、みかんも飲んだことあるよ。コンプリート頑張れ。頑張りたい。みちょ、本当にみちょを広めていきたいです。私結構ずっと言ってる気がする。そこでね、売ってるから、多分そっから入ったと思う、入りは。ちゅうちゃんが飲んでたから飲むようになった。え、嬉しい。うれみ。今、おすすめ紹介なんかしたいと思ったけど。なかった。なんだろう。らっきょうも好きだよ。酸っぱいものは基本的に好きです。でもあれは苦手。魚の酸っぱいのあるよね。タレック。え、すごい。これ当たり外れあったの？今さ、トリックカッコ外れを引きましたって書いてある。朝何番付け言いたかったの？かぼちゃ9時なんだ。初めて知った。当たったら何がもらえるの？当たったら嬉しいねみたいなってこと？あ、これどっち？あ、外れた。悲しい。え、お菓子のギフト券？え、じゃあガチでハロウィンじゃん。あ、当たれ当たれ。どうだ？あ、外れた。え、私もお菓子のギフト券欲しいな。当てたい。すごーい、初めて知った。粋な計らいですね。大人になってもハロウィンを楽しめる。なかなか当たらない。えー、そうなんだ。確かにお菓子ってなったらね、あんまり、あの、難易度、何あれ、高そう、倍率。
当たり当たり、あ、骸骨は外れ、外れだ。一回だけ当たり見た。本当にあれなんだね。てかさ、さ、なんかさ、今日さ、ちょこちょこさ、なんかフワーンってならん？あ、外れだ。運が良くないのかも、このルームは。え、ほら、今もな、さ、わかる？なんかちょっとさ、フワーンってならない？たまにカメラが。わかる？ね、ピント？これ。なんかさ、さっきからさ、たまにさ、フォーンってなってるよね。あ、これ？え、なんか自分が動いてるのかわかんない。コメント欄見てるときにさ、たまになる。え、今もなってるね。え、なに？怖い。これ、ホラー？あ、15でやってるならあるらしいよ。へぇ、そうなの。あ、外れてる。さらっと外れちゃう。あ、外れてる。そうなのか、びっくりした。雲も外れ？外れてる。あ、外れた。面白い、すごい、こんなのあるのね。ちゅうちゃん15だよ。うん、当たるまで帰れません。いえ、あのお菓子全然皆さん自分で買ってください。なんていうの、全然あのみんなでも楽しくなってるでしょ。これは投げた人に当たるやつよ。え、うん。みんなが当たるってことでしょ？みんながもらえるってことでしょ？そう。みんな、そうだよ。自分が食べたい美味しいお菓子を買ってください。うん。トリックアトリート。え、今年さ、今年さ、STU、仮装しない？なんか、ないよね、多分。公園みたいな。ま、多分、3日の、グリアリに向けて、バタバタの準備期間だから。ないのかな。仮装ね。でもなんか2年に1回ぐらいない気がする、 STU って。わかんないけど、私が出てないだけかも。そう、うん、ランキングのお礼をしたいと思います。20位僕は天使じゃないよさん、19位イダンさん、18位ととみちさん、17位ロッサさん、16位ようちゃんさん、15位おつかれーライスさん、14位ガンスくんさん、13位まや太郎さん、12位つりけんさん、11位後ろの肖像画のおじさんさん、10位キョンシーさん、9位ユリアピースさん、8位グリオティーヌさん、7位レアルさん。ラッキーセブン。うん、6位セクシーダニエルさん、5位パニーさん、4位東京のスワンさん、3位陽一さん、シーシー、2位ナルドさん、ツツー、そしてそして第1位はピュルーヒュン、西尾さん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。
ありがとう。このクマのお化け、おばくまタワーもありがとうございました。ありがとう。本当に今日はあのお話し会と配信とみちゃんこ楽しかったです。ありがとう。本当に今日から10枚目のお話し会が始まったので何卒よろしくお願いします。楽しかった。皆さん早く寝てね。早く寝てね。私もお風呂のんびり入って寝ようと思います。スイちゃんおやすみ。またねん。バイバーイ。